これ昭和ガリーさんのデモカーですよね。デモカーでこんなぬたぬたな。テストタイヤで来てるんで。あ、そうなんですね。ちょっと泥には弱そう。なるほど、確かに見たことないタイヤですね、これは。それがどう形状するか。ただ見た目はすごいかっこいいですね。見た目は。うん。溝も深いし。トライエース？え、トライエース？結構ドリフトやってる時このタイヤ使ってました、トライエースって。こんな、ね、こんなマットタイヤで走ったの。あ、いや、もっともっとハイブリッドの。じゃあ同じじゃないだろう。同じメーカーです。かっこいいですね、タイヤ。どこをどう走る？ N は、はい。あ、本当ですか。で、あっちの方行っちゃうですか。そうですね、ここ行っちゃいます。あ、ありがとうございます。もっとアピールしてください。ありがとうございます。チャンネル登録やり損なうな。さあ、昭和ガレージデモカー、これから出走。普通に街を走ってそうな JB64。 もちろん中身はデモカーなのでハイスペックなんだろう。どんな走りを見せてくれるのか、どんなポテンシャルを見せてくれるのか楽しみだ。さあ、スタートしたぞ。もう結構の勢いで、おーおー、すごいな。おー、怖い。すごい。タイヤのテストって言ったけど、うまいな、普通に。うまもしかしてですけど、デモカーを軽くぶつけた人が、え、ここを、あら、木に軽くヒット、代表作のルーフキャリアを、あ、でもこんなものなんですね。逆にこれがあったからここに当たってよかったかなみたいな。あ、なるほど。っていうことにしとこうかな。そういう使い方もあるってことですね。木が結構揺れたらしいので、ゆさゆさ揺れたらしいもんね。でもこんなもんで済んでると。こんなもんです。なるほど、昭和ガレージのルーフキャリア。ロールゲージ的な使い方もできると。後付け感がすごいですけど。気をしみな。スーパースージーの撮影をしているぞ。何かの切れた感がある。なるほど。楽しそうに撮影しますもんね。グラビアみたいにね。はい。ジャンルがクラッシャー。壊し屋ですか？これ真後ろから見たら歪んでるんですか、やっぱり。おお、すごい。キャリア自体は言われなきゃわからないレベル。さすが昭和ガレージ。まあでもやっぱりこれがね、皆さんご存知だと思いますけども、最近よく売れてるルーフラックですね。はい、64のラックといえばっていうところがありますもんね。でも今来月ぐらいに、はい、もうあと30センチ長いのが発売されます。屋根いっぱいに覆うような感じ。ああ、なるほど。あの足が6本あるやつですね。足が6本ある。それも軽いですか。それも軽いですね。全部オールアルミでできてるんで。いいですね。しかもぶつけてもこんだけ頑丈っていうね。そう
その他アピールポイントとかありますか？まあ、まあ、周りとか、うん、どんなのが入ってるんですか？これは今この車は2インチアップで、はい、あとはコイルをカットして高さ調整が可能っていう。じゃあ昭和ガレージ JB64 コイルで検索すれば出てきますか？出てきますね。あ、まあ、あとは大容量バンプラバーですね。ああ、もうそうですよね、うん、最初にそれやった人ですよね。やった会社ですよね。そうですね。え、14段ダンパー横から那須さんの声が聞こえてきたぞダンパーが14段。そうですね、調整式で、まあ、自由にというか、まあ、好きな好みに合わせて。それも昭和ガレージ製。そうですね。ああ、なるほど。まあそりゃそうですよね、他社の方が全然しないですあとホイールとかもな。ホイールも一応オリジナルのホイールで、まあ、ドロドロで、ね、よく分かんないけど、はい。これは 5.5J の、そうですね、 5.5 のプラス20ですね。じゃあ純正に近い。そうですね、64あたり、まあ、23だったり。かっこいいですね。他は何かあります？この昭和ガレージ製の。あとは前後バンパーですね。あ、バンパーも自社の。はい、でこれがこの ABS 製で、はい、樹脂なんで。純正と同じ素材っていうことですか？純正も、まあ、純正はウレタンだったりするんで、はい、まあちょっとね、ちょっと違うけど、ああいう感じの柔らかい、うん、ABS 使ってる純正メーカーもあるんで、うん、柔軟性があるんでちょっとぶつけても戻るっていうね。なるほど。だと割れちゃいますね。それが割れずに結構柔軟性がある、はい、これも同じ素材で。そうで、同じく ABS で。あ、フォグも入る、純正フォグ仕様。これはうちのこれオリジナルのフォグランプ。これもオリジナルなんですね。純正はこういう感じで周りがシルバーなんですけど、これ、はい、ブラックアウトしてるんですね。なるほど。見た目がいいようにっていう感じで、ね、そのバンパーはもともとそのフォグ用の穴があるってことですよね。そうですね、純正のフォグもつけれますし、うん、うちが販売してるこのフォグもつきます。スキットプレートと。そうですね、スキットプレートバンパー。スキットプレートはもうこれボルトオンでつきますね。あ、そのまま。そのままフレームに。そうですね、フレームにボルトオンですね。結構みんな穴開けてたりとか、まあ、23の時なんかも、まあ、23の時はもう穴開けるしかなかったんですけど、はい、まあ、今回はボルトオンにして極力加工なくつけれる、手軽につけれるような設計にしました。で、このグリルは。グリルはこれもうすぐ発売のグリルですね。昭和ガレージですか？はい、うちのオリジナルのグリルです。店長、私聞かなかったら全然宣伝してくれないじゃないですか全部これそうですかって聞いたのが昭和ガレージっていうね、はい、大体そうですね。大体でもほとんどうちのオリジナル商品、うん、じゃあ昭和ガレージで揃えればこういう風になると。はい、ちょっと入れしていい？はい、あ、ちょっと待って、那須さん、じゃあ入ってください。ちょっと入れしていい？はい、なんで、はい、ニーガルにさ、はい、フロントバンパーのモチーフをさ、はい、絶対説明しないよね。 あんまりあれ、そういうの出していたんかな。いや、あの三村さんはさ、グイグイ俺に言ってくるんだけどさ、はい、これの、はい、フロントバンパーのモチーフになってるのは、はい、RX78 です。 RX78、 なんすかその M78000 みたいな。いや、もうちょっと新しいかな何ですか、車ですか？ガンダム。ああ、ガンダムの。ガンダムをモチーフにしてデザインをしたフロントバンパー。あ、すいません、私ガンダム見てなくてM78 の方が古いってあ、そうなんですね。へえ、じゃあそんな手当たってもバンパー割れんよって。ああ、確かにこれ FRP だったら、うん、多分割れてる、ひびが入ってる。サイドシルガードは車外。これは車外です。なるほど。オリジナルじゃないです。なるほど。じゃあそこはカットしましょう、はい、いや、バランスも取れてかっこいいですね。いいと思います。これでトライアル走れるっていうのがまたすごいですね。そうですね、うん、しかも那須さんからいただいた情報だと、これで別のトライアルで優勝されてる。入賞。でもその11や30と混ざって走ってってことですよね。そうですね、 N クラスですね。はい、他の車と混じった中で。ちなみに補足情報を喋るんですけど、はいはい、全日本トライアルの元シリーズチャンピオンだから。そう、実はちょっと待って、ちょっと、いや、一緒に下がったら映んないじゃないですか。でしょ。全日本トライアルの元シリーズチャンピオン。あ、やったっていう。それは、ちょっと僕トライアルわかんないですけど、それは日本一になったことがあるってことですか？そう。あの、N クラスの日本一。
になったことある。なるほどね。はあ、じゃあその64で今ねポテンシャル高えなと思ったのが単純に腕じゃねえかって思う人も出てくるわけですよ。両方すごかった。初出場ってことにしといてください。そしたら64すげえなってなるから。わかりました。ちょっとこのパーツとか車気になる人は昭和ガレージさんをぜひ検索していただいてってことですね。はい、はい、ありがとうございました。俺も、これやらかんね。ちょっと帽子取ってもらって、僕の代わりに。はい。はい。デフロックだって。手を挙げるだけでいいです。はい。以上で昭和ガレージの操作を終了する。せーの、デフロック。で、胸張る。